トーラスジャッジは、ブラジルのトーラス社が開発した、回転式拳銃である。2007年に、タイカージャック用、およびホームディフェンス用として発売され、シリンダーが前後に長い独特なフレームを持ち、ショットシェルの中では最小である。410ゲージを使用できるリボルバーである。当初は、M4410 と M4510 のモデルがあったが、後に M4410 は、 製造中止となり、以降に登場するモデルは M4510 がベースとなる。本銃はショットシェルこそ使用できるが、アメリカの全国銃器法の下では、規制対象となる単銃身の散弾銃ではなく、あくまで拳銃という扱いになる。しかし、カリフォルニア州の法律の下では、例外的に単銃身の散弾銃として規制されることとなる。ブルーイングフィニッシュ。 または、マットブラックフィニッシュのスチール製、もしくはステンレス製のフレーム等のボディは、全長の長い。410ゲージショットシェルを装填するため、前後に長いロングシリンダーを採用していることから、フレーム自体も前後に長い。使用弾薬においては、45ロングコルト弾も使用できる。重心長は3インチ、もしくは6インチで、サイトは、リアサイトが抜き、内ちに適した。 スリットタイプ、フロントサイトが、視認性の高いファイバータイプで、黒いラバーグリップを標準装備している。安全面に関しては、インターナルセーフティとして、トランスファーバーメカニズムが設けられている。各モデルそれぞれ、重心長は3インチ、もしくは6インチで、フレームの素材が、ブルーイングフィニッシュ、または、マットブラックフィニッシュのスチール製、ステンレス製のモデルが存在。 2009年にコンシールドキャリー用として発表されたシリーズで2.5インチのスナブノーズバレル小型化されたハンマーを備えておりブラックポリマーモデルも存在しそちらには重心上面にベンチレーテッドリブが追加されているクリムゾントレースレーザーグリップを備えたステンレスモデルのジャジマグナム2008年に発売されたモデルで相談数が6発に増え使用弾薬においては 410ゲージ弾は、通常の2.75インチショットシェルのほか、より強力な3インチマグナムショットシェルや、454カスール弾も使用できる。2011年にジャジマグナムから更新されたモデルで、赤いバックストラップ付きのラバーグリップや、マグナポート、ベンチレーテッドリブを備えた、ブルバレル等を、同社のマグナムリボルバーである、トーラスレージングブルを踏襲したデザインとなっている。 ステンレスモデルのサーキットジャッジ提携企業であるアマデオロッシー社との共同で開発され、同社より発売された18.5インチのロングバレル、木製のハンドガード、およびモンテカルロストック、マウントレールを備えたリボルビングライフルモデル。リボルバー特有の欠点に数えられるシリンダーギャップから吹き出す燃焼ガスからいてを守るため、それ、自体を埋めるブラストシールドが装着される。 ありがとうございます。